え、なんかいた？なんか、刺さってますね。ああ、まあ包丁ぐらい壁に刺さるでしょ。僕も昔包丁壁に刺されたことある。人って怒ると怖いなって。やば。行きましょう。どういうこと？何したんすか、それ。包丁刺されるって、包丁と包丁のやり合いぐらいですか？刺されないと思いますいや、けもうど。ドアに刺さってた、その時は。え、待って、先行きますか？じゃあ、え、じゃあ、分かった。先に、はい、何ですか？はい、はい、あ、いいっす、いいっす。何ですか？うわー！もうね、手札から。先にビビったら負けゲームしましあ、ょう。いいっすよ。よーい、スタート。でもこれ、せん、うわもう、ちょっと先歩いてください。前歩いこて。れでもキャラクターがこう、衝突するようにしてるんですよ。本当はすり抜けれるらしいんですけど。じゃあ、わかった、一回前に出て、前に出て。降りて。前に出て、で、OK。もう、いいっすね。近い、近い。早く行ってください。早く。早く。戦闘フリーさんだってどう考えても。でもアンケートが。リスナー。民主主義、ここは。なんか、この奥から聞こえます、これ。じゃあ僕見てくあ、るんで待ってください。分かった。待って、カナ先輩、カナ先輩、ダメ。カナ先輩。違う違う違う。いや、僕。気づいたリスナー、僕の画面見せたリスナーは今僕別にドア触ってなくて、自分で開けて閉めて開けて閉めてしてたから、僕下がってそれライトで照らしてボーっと見てただけだって僕何にもしてないのに自分でドア閉めて開いてってやって何してるんだろうこの人と思って気抜いてほしい。信用僕ないですよ。最初塞いでたんですよ。でも途中でドア勝手にやってること気づいて離れてみたら、ドアに一生引っかかって走れなくなってなんならここからドア届かないですもんだっていやもういい、嘘です、嘘ですよ。だってそれはもう信用ないですから、だって今までの後輩のせいで。ここドかなアえ先輩、今の星川さんだったらかなえ先輩のせいだからね。みんな見た？ちゃんと見といてね。ね、でも違う。え、じゃあ、100歩譲って星川のせいだとして、星川の不幸をそうやってなんか大爆笑してゲラゲラ笑ってるかなえ先輩はどうかと思いますよ、星川は。まあ、切り抜き配慮でね、僕は一歩引いて。あ、画面見やすいようにみたいな。いつまで笑ってんすか？先言ってください、今度。なんか人ってパニックになったらこんな感じになるんだなって、すごい冷静に。違う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